おはようございます。おはようございます。あれ、事務所に誰もいねえの？本当だ、全然人の気配がしないと思ったら会議室に誰かいる。おはようございます。あ、スズミ、びっくりした。驚かすなよ。みんなはいねえの？田村社長や内田マネージャーも今日は打ち合わせで外出だって。他のスタッフも出てるみたい。へえ、珍しいな、みんないねえの。確かに、スズミも僕たちより早いの珍しいね。今日は部活休みやし、内田さんに早く来てって言われて。へえ。2人は一緒に来たん？偶然エントランスで会ったんだよ。一緒に来るわけないでしょ。で、今日は何か言われてるの？俺ら事務所に来いって言われてんだけど。え、へん。もちろんマネージャー見習いとして2人にお伝えすることがあります。こちらの会議室にお越しください。なんでそんなノリノリなんだよ。なんか怪しい、嫌な予感しかしない。はい、こちらの資料をご覧ください。え？ウルトラゾーンタイアップ企画？最高品質のイヤホン、ヘッドホンで上質なアイドルボイスが聞ける。なんと、田村社長がまたまたリップリップのタイアップを持ってきてくれました。こちらの資料をお読みください。なになに？ウルトラゾーンとは1991年にドイツで設立され、ミュンヘン近郊に拠点を置く音響機器メーカー。最高レベルのクラフトマンシップによって世界中のオーディオ愛好家からプロフェッショナルユーザーにまで幅広くヘッドフォンをはじめとした優れた音響機器を提供し続けています。へえ、すっげーじゃん。めちゃくちゃ品質良さそう。よくこんな優良企業のタイアップ取れたね。田村社長ってやっぱすごい。そうなんよ、どのくらいすごいかはうちにはわからんけど二人にはメーカー様よりこちらの製品をご用意いただいています。染谷くんはイヤホン、柴崎くんはヘッドフォンです。え、すごっ。何これ、使っていいの？ヘッドフォン、やった。ちょうど新しいの買おうと思ってたんだよ。確かにずっとヘッドフォン使ってるよね。愛蔵は、裕次郎はイヤホン派だろ。めっちゃちょうどいいな。うん、これは嬉しいかも。二人にはこの製品を使ってもらって後日レポートを提出してもらいたいんやって。そうなんだ。でもなんか使わせてもらって感想だけって申し訳ない感じがする。そういうものなのかもしれないけど。染谷くん鋭い。もう一つ二人には依頼が来てます。そうなんだ。なんだよ依頼って。使い心地を伝えるとともに、このイヤホンやヘッドホンを使うユーザーのためにアイドルらしいスペシャルボイスを提供いただきたいんやって。アイドルらしいスペシャルボイス？あ、だから企画書にアイドルボイスが聞けるって書いてあるんだ。しかも上質なアイドルボイス。そしてそれをアイドルとして自ら考えるのが今回の仕事よって田村社長が言ってたって内田さんからの伝言。上質ってなんだよ。上質って、僕たちが考えるんだ、原稿読むんじゃなくて。そう、二人ならできるやろ。ライブの MC だって自分で考えてるんやし、あんな素敵な歌詞歌ってるんやし。まあな、聞いてくれるジュリエッタのためならできるに決まってんじゃん。僕には簡単かな、ジュリエッタを喜ばせたいし。はい、ということで収録まで練習しておけって。じゃあ柴崎くんからどうぞ。今？急だな。じゃあOK。おはよう、ジュリエッタ。今日もいい朝だな。学校やバイト、いろんな毎日が始まるけど、俺と一緒に今日も一日楽しもうぜ。絶対いいことあるぜ。ああ、全力なジュリエッタ、可愛いな。染谷くん。ジュリエッタ、どうしたの？泣いてるの？
よかったら僕に教えてくれる？うん。うん。そっか、辛いことがあったんだ。わかるよ。実は僕も同じ経験したことある。認められたいと思って、頑張って。でもちょっとだけ届かなくて。でもね、ジュリエッタ。僕は応援するよ。いや、応援させて。だからね、ジュリエッタ。今日は一緒に泣こう。うん、大丈夫だから。安心してね、ジュリエッタ。ジュリエッタ、どうしたんだよ。泣いてないでこっち来いよ。俺なら今すぐに笑わせてやるぜ。ほら、どうかして。一緒に踊ろうぜ。な。ジュリエッタ、そっちは危険だよ。その男には気をつけた方がいい。あ、ジュリエッタ、今日も素敵なドレスだね。さあ、僕と踊ろう。ね。いやいや、ジュリエッタ、その男はダメだ。優しい言葉で近づいてるだけだぜ。分かってんだろ、俺だって。さあ、こっちに来いよ、ジュリエッタ。こっちにおいで、ジュリエッタ。こっちに来いよ、ジュリエッタ。こっちにおいで、ジュリエッタ。こっちに来いよ、ジュリエッタ。こっちにおいで、ジュリエッタ。こっちに来いよ、ジュリエッタ。もうやめー、また張り合ってるやん。なんでいつもそうなる？こいつだろ、自分だけ長いこと喋って。愛蔵こそ歌詞から使うのは卑怯。もう来週スタジオに入って本番なんやからね。はいはい、もちろんちゃんとやりますよ。ここで考えるの嫌だし、うちに帰ってしっかり考えてきていいですか？俺も一人で考えるわ。じゃあお疲れ。お疲れ様でした。ああ、二人とも行っちゃった。もう。でも二人ならちゃんと考えてくれるよね。ウルトラゾーンタイアップ企画、リップリップスペシャルボイス、楽しんでくださいね。